メイズはスマートフォンやパソコン向けの画像や動画の編集、加工アプリ、またそれらに伴うサービスを提供する会社である。以前はアプリだけでなくスマートフォン本体の開発、販売も行っていた。2008年10月に中国で設立。本社を中国福建省アモイ市、市メイに置き、スマートフォン及びパソコン向けに画像や動画の加工、 編集アプリやサービスを提供している。米国にはグローバル運営を主に行う第2の本社を持ち、中国以外にもアプリを配信している。現在までに開発したアプリは15個以上。ゲームではない iOS 向けアプリのメーカーとしては、採用手の一つであり、2008年にリリースしたビガンアプリ、ビズ収集のヒットで有名となる。特にショート動画アプリ、ビッパクは、 アップストアのランキングで1位を取ったこともあり、2016年時点で5200万人のデイリーアクティブユーザーと2億7000万人の月間アクティブユーザーを抱える。ビガンアプリメーカーとしての技術力と知名度を武器に、2013年にスマホ本体の開発、製造、販売事業に進出。 メイツのスマホは自撮りを重視したビガンスマホとして中国の若い女性に大きなシェアを得たが大手メーカーの製品もビガンセルフィー機能を重視するようになると競争に負け2018年11月にスマホ開発大手の小米との提携を発表し2019年4月にはスマホ開発部門を小米に移乗して自社開発からの撤退を発表した2019年11月 メイツの技術を取り込んだ小米 CC シリーズの第一弾、小米 CC9 が小米から発売されたが、1機種しか出ず、2021年3月、メイツはシャオミとの提携解消とハードウェア事業からの撤退を発表した。メイツのアプリは、全世界で10億台のモバイル端末にインストールされている。2015年10月31日現在、 月間アクティブユーザー数は2.7億人。1日、あたりのアクティブユーザー数は5200万人。海外においては、ユーザー数が1.1億人を超え、ユーザー数が100万人を超える地域は18カ所にも及ぶ。アップアニーの2014年中国発、モバイルアプリ開発者ランキングでは、テンセントとバイドに次いで、第3位にランクイン。また、 アップル社の世界 iOS 開発会社ランキングでは8位を獲得。同社調査によるとユーザー数の67%は女性で年齢層で最も多いのは19歳から30歳のユーザーで全ユーザー数の61%を占めている。中国ではローガン、ポール、アンジェラ・ベイビーなどが同社アプリのソーシャルインフルエンサーを担当。メイクアップレスは L、コーチ、 ディオール、リーバイエス、ハーシーエス、ペプシコなどの企業とコラボレーションを展開している。ありがとうございます。